ライゾーン TV。 はい、どうもグレゾンです。言えってなんなんで言わねえのなんなのそれっていうか、後ろに見えるのが見えるかな、見える、若干多分見えると思うけど、まあ、横向きロッジです。あの有名なね。そう、有名なのか、福島県の一番二番じゃないですか。へー、俺も何回か来たわけありました。あれ一緒行かなかったっけ。行ったな。行った7年前ぐらい。ちょっと今回はなんか行きたいって言う。俺全然行きたくねえんだけど。男2人で真っ昼間からの新スポット、微妙なボード日和。ただ一つ問題がありますよね、今雪がねすごくて、長靴1個だけあるんですよ。なんだな、これ1個だけしか長靴がなくて、雪多分こんくらいあるんじゃん。雪がもうあの膝より上ぐらいまで、くるぐらいまであるな。じゃんけんで決めて買った方が長靴を借ります。最初はグー、じゃんけんぽい、よっしゃー。じゃ あ水虫じゃないですね。いや、おめえの方が水虫ってことで、もう絶対俺ビシャビシャじゃん。この雪の中を行ってまいりたいと思います。レッツゴー。おう、はい、やっと着きましたね。やっとだよ、車でが大変すぎる。うん、靴ビシャビシャだって。この雪の中来たからね、このいや、深い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 どっから入ろう。おお、めっちゃ深いこっちきついよね。この階段きついっすよね。さあ、クゾーが入っていきました。やっと着いた。ここが横向きロッジですか。まあ、下暗いんで上行きますか。よいしょ。ああ、廃墟って感じですね。何にもないね。何にもないし、ボロボロ。あれ、こんな狭かったっけ。いや、ここ多分結構広いですよね。広かった。こっちボイラー室。あ、そうですね、これがボイラー室。雪入ってきてんだけど。はい、どっちから行くの。うわ、怖っ。行ってます。怖いな。うわ怖っ。昼間でもちょっとなんか雰囲気あるね。なんか若干薄暗いですよね。これ夜だったら俺絶対入ってこれねえな無理だろ、しがみついてないと無理だこんなところのどこに寝泊まりするのって話だよ。ああ、ね、某ユーチューバーが1週間生活したらしいですからね。絶対無理。あれ、その階段無理だよ。あった。100万もらっても無理できる例えばお前昔もなんか5万もらったら俺はここに1日泊まれるとか言ってたよな。ああ、金もらえるなら泊まりますよね。いや、いや絶対無理。俺にはだって何も起きないでしょ。ただ寒いとか季節的なものだけだけだよ。そういうこと言ってるやつがなんか一時やべえことになるってなんかすげえこの落書き。いや、怖。なんかちょっとアート的っすよね。アート？顔？顔だよ。あー、怖。なんかかっこいいっすね。かっこいいっつか怖い。いやー、汚い。なんか新スポって、殺人事件とかどの子の言うじゃないですか。はい。でも多分ここは違うっすよ。何にもなかったはずっすよ。そうなんだ。ただの火事かなんかで潰れただけっていうか。それなのに新スポなんか結構有名な新スポになるんですよね。なんでだろう。あれも足跡あんだけど、ほら絶対誰か来たよ。ダメな。いやー、これはつまんないですね。うん、うわー、便所だ。便所っす。便所は嫌だね。何もないんだけど、便所は嫌だ。3階行ってみる。え、3階階段。うわ、ちょっと危ないかもね、雪あって。あの雪道がめっちゃきつかったからこれ気をつけてくださいよ。ああ、転ぶかもしれない。
そんなこっちから音聞こえたの？いや、足跡なかったからありえないですよ。誰もいない。いや、マジでマジでマジで。は？こっちから音聞こえた。いいってそれ。じゃあマジで。だって足跡なかったから誰も いないからですよ。だからなおさら怖い。誰もいるわけないでしょ。何マジで？何？うそー。ふざけんなよ！おめえやってんなよ俺。めっちゃビビった。いないっすよ誰も。やめてよマジでそれ。何今の変なの？誰がいたらちょっと怖いっすね。いや、怖いよ。だって足跡もなかったし。いや、怖いよ。なんか面白いこと言ってよ。あれ、ここ閉まってたんだっけ？いや、閉まってねえよ。いや、閉まってた。いや、開いてたべ。階段だ。うそ。ここに階段あったんだ。いや、やめてやめて、そこ使いたくない。だってさっき閉まってなかったべ。だって俺こうやって歩いてたんだよ。しかも階段ねえぜ、階段があった。うわ、怖っ。いや、めっちゃ鳥肌だった。おい、ふざけんな、そういうのやめろっつってんの。おい、やめろ。そういうのやめろっつってっぺ。マジで。どうすんの、こうやって見てたら出てきたら誰か。これ下にいたりしたら怖い。こういうとこで、いや、あれ怖かったな。でもな、え、本当に閉まったの？閉まった、閉まった。だから、あれっつったの。ちょっと待って、いや、手差し伸べてんじゃねえよ。ちょっと危ない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 。女の気持ちが分かったよ。一瞬ホモっぽくなった。俺だ、手をつないでくれたっていう。あれ、どこ、ここあずきのボイラスト、あ、ここから入ってたんだ。いや、つまんないですね。案の定な。まあ、予想通りの気がします。いやー、これ帰り道が辛いな。体濡れる。あー、この雪の中来たんですけど。まだ帰んのこれ。足元が半端じゃねえんだけど、うまっから。まあ、こんなに天気がいい時に来る場所じゃないね。はい、はい、できました。なんで、うん、横向きロッジに行こうと思ったのか。なんか最近 YouTube 見てて、でまあそれでちょっと行ってみないかなと思っただけで、特に何かを求めてるわけでは。なんか求めていけよ。こういうのみんな何かが映ってんじゃねえかなっていう、求めて見てんのよ視聴者も。いやでもまあ、ここまで見てくれた人本当ありがとうね。いや本当だよね、まず感謝しろよ。まあ温泉でも入って帰りましょう。逆に横向きロッチじゃなくてマジで映るとこ行ってみる。あ、本当にそうなんだ。本当に何か目撃情報があって、あのここの心霊スポットがいいよとか、でここの心霊スポットは出るとか、これやってほしいなっていう企画とかがあったら、まあ逆にね、それも何か叶えてみたいなと思うし、だから何かあったらコメントしてほしいなと思うしね、そういう感じでチャンネル登録よろしくお願いします。ということで、グレーゾーンでした。またよろしくお願いします。